本日はですね、はい、2022年の12月31日、はい、大晦日なんですけども、まもなくこのいよいよ決戦の年になりますね。そうですね、はい、今年1年先生どうでしたか。そうですね、今年の生徒はですね、例年に比べてですね、出席率がとても良くて、またその取り組みも非常に真摯で真面目な印象ありましたので、川辺先生もそうかもしれませんが、自分としてはですね、非常にこう授業をしてこう生徒に伝えている感っていうのが強かったです、今年は。とてもいい印象ありますね。で、夏なんかも小論対策、たくさん集まってくださったりしてですね、こうなんかその学科に対するその意識を高めてくれたっていうところでは、今まで、立ち火で今まで教えてきた年では一番の年だったと思われます。はい、そうですね、はい、やはり生徒の真剣さが伝わってくる年だったかなと。本当そうですね、非常に生徒に恵まれたかなというふうに思ってますね。本当そう思います。なんか特にですね、はい、これまでの経験からしますと、やっぱり例えば出席率が悪かったりすることがあったんですけども、今年の受講生の出席率が非常にいいですね。そうですね。で、あと英語の時間、国語に関して言えば、その英語の時間を使ってその予習の時間を取ってくださってるっていうのも非常に大きかったと思うんですが、しっかりとこう予習をした上で授業に臨んでもらえてる生徒が多かったので、その分やっぱり授業がですね、の質として高い質を維持して授業を進めるってことができたんですね。だ、それも今後にですね、明日から決戦の年になりますけれども、本番のですね、学科の、出来にですね、もう必ずや現れるというふうに私は信じています。ということで、はい、これからも来年もムービーアニキャットをよろしくお願いします。よろしくお願いします。皆さん、良いお年を。アニキャット、ムービー立ち見、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。